玉津岡神社は、京都府鈴木郡井手町にある神社、下る姫命を主催神とする。祭神は次の通り。前景本殿、金明天皇元年、玉津岡の南に下る姫命が降臨。そこでお祭りをした、玉岡の社が、玉津岡神社の起源。玉岡の社は、玉岡春日社。江戸時代に、八王子社と称号を変え、現在は、玉津岡神社となる。 1878年には、八王子社、春日社、田中社、八坂社、天神社の5社が、八王子社殿に合わせ祭りしている。天神社は、無垢本天神社を移したもので、その創始は、天平3年9月であり、創始者は、立花諸景公とされる。境内には、立花諸景とその一族の一人、楠木正重公を合わせ祭りした立花神社がある。 また、摩松岡神社の社門は、流山吹であるが、これは、楠木正成の家門、菊水と同じものともされている。ちなみに、主神の仕立てる姫命は、金岩号の神である。江戸時代に春日造りで建てられた本殿は、京都府登録文化財、神珠の森は、文化財環境保全地区となっている。JR 奈良線、玉水駅より、約2.0キロメートル。 一歩約30分。ありがとうございます。